はい、車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。今回の動画はトヨタカローラクロス ZE4 の高速道路での様子をお届け。最後まで見てもらうとアクセルワークのみの燃費イメージがわかる動画となっております。高速走行時の乗り心地や操作性、走行モードなど幅広く紹介しておきます。やっぱトヨタのハイブリッドシステムってすごいな。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。このチャンネルでは調べてみたい車を所有しながらコンテンツにしております。普通の新車好きのおっさんが日常で使用して気づいたことをお伝えしております。パンフレットや雑誌に載っていない情報を実際に載ってお届け。この動画がためになった、面白かったと思ったら高評価、そして今後も見てみたいなと思いましたらチャンネル登録して通知ボタンを押して次回の動画もお待ちください。もちろんコメントも見ておりますので書いてみてくださいね。カローラから生まれた SUV カローラクロスはどのように感じれるでしょうか。では時速100キロ高速走行燃費の動画です。先ほどまで走ってた100キロ走行の燃費計測アダプティブクルーズコントロールでですね、やった動画の後半として手動で同じコースを逆に、神戸方面に向かって行きながら計測したいと思います。よいしょ、U 最小半径が 5.2 メートルということもあってくるっと回りました。では今から神戸方面駅のサービスエリアに向かってドライバーの腕で燃費計測をしていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ合流です。静かに入っていきましょう。合流。さあここは100キロ区間ということもあって速度全体に合わせていきたいと思います。だいたい節目の5キロ刻みで、平均燃費の方をお伝えしていこうと思っております。平均燃費の方どれぐらい伸ばしていけるか楽しみにいきたいと思います。モードとしましては基本的にはエコモードで走行していきます。エコモードだと思ったよりアクセルは、踏んでおかないといけないかなという印象です。イメージとしてはだいたいアクセル回路2、3センチ奥を踏んでるようなイメージで今運転しております。今100キロちょうどぐらいですね。だいたい1600回転で今100キロに到達しております。さあ今5キロになりました。平均燃費今5キロ時点で 16.9 となっております。動力としては今現在基本的にはエンジンで走行しているというふうな感じですね。バッテリーにも、蓄電している感じですね。充電かな。だいぶねこのルーフ、ガラスルーフ、これがあるおかげで、車内がかなり明るくなります。これね11万の価値は僕の中では正直あります。で昔ねこういうガラストップ系のやつって昔で言うたらプジョー2008やったけど、なんかそれにもついてた気するな。あとそういうのについてる系で言ったらラフェスタとかも昔ついてたんちゃうかったっけかな、忘れましたけど、なんか今でこそ久々にこういうタイプのやつが出てきたので注目浴びてますけど、意外と昔はありましたね。あとは変わった車で言ったらセラ、ほぼガラス張りの方もありましたね。さあ道の方もスピード安定してきました。さあ今10キロ時点での平均燃費を見てみようと思います。
18.6 となっております。だいぶ伸びてきましたね。さあこれをどんどん伸ばしていけるように運転したいなと思います。でもよう考えたらですけど、エンジンの得意な速度域ほぼハイブリッドかかってない状態で今みたいな燃費が出るのはすごいなと思います。さあ少し若干の上り坂、速度が落ちやすい場所なので少し踏みます。今100キロに合わせにかかってます。だいたい今2100回転ぐらいで、今100になりましたね。2100回転で100キロとなります。あと1キロで15キロになります。温度も上がってきましたね。外気温が今9度という風になってます。さあ今トンネルに入るところでちょうど15キロになりました。平均燃費については 19.4 となりました。だいぶ伸びてきておりますね。先ほど測った燃費より良くなるのかどうか。確かさっきは22キロちょっとだったかな。アダプティブクルーズコントロールの100キロ燃費見ていない方いましたら、概要欄だったり、上のカードだったりに、リンク貼っておきますので、よかったら見てみてください。やっぱトヨタのハイブリッドシステムってすごいな。なんかお互いの美味しいところを長く使えるような感じでこうシステムを使い分けてるんだなっていうのを感じます。確かパワートレイン自体で言うとそんなに目新しいパワートレインじゃないんですけど、 CHR と一緒だったっけな。確かまあようできてる。さあだいぶ速度の街道の方も僕も慣れてきたので、速度が安定してきましたね。だいぶ100キロをキープする感じで運転できています。まあ常用で言うとだいたい100キロは2000回転付近を前後するようなイメージで、今走行できている感じですね。少し下り等になってきたら1500回転まで落とせるかなというイメージですね。で少しアクセルを抜くと EV モードが働いたりする感じにもなります。今現在 EV モードで走っている状態ですね。こうなってくると燃費は伸ばしやすくなるんじゃないかなと思います。今100キロちょうどで EV 走行中ですね。少し下ってるところもあるので、そのような感じにセッティングになってるのかなと思います。あとはエコモードの関係上で、そのような感じかもしれません。あ、今エンジン立ち上がりましたね。今エンジン立ち上がったとしても25キロ付近を行き来するような感じで瞬間燃費出ております。はい、今20キロ過ぎたところでございます。今 20.1 キロと表記されました。だいぶ伸びては来たんじゃないかなと思います。少し下りが続いているところもあって伸ばしやすくはなってるんじゃないかなと思います。さあ残り2つのトンネルを抜けていきましょう。さあ最後のトンネル、連続トンネル最後になります。ちなみになんですが、オプションでこちらディスプレイ大きい方に変えてます。そして、ナビの方も今回初めてトヨタ車で、下のグレードのナビのシステム、実装させていただいております。最近ねトヨタ車はこのオーディオディスプレイが標準でついている状態、それに乗せていくようにテレビのチューナーだったり、ナビだったら2種類あったりします。で僕は基本的に、このトヨタさんのオーディオディスプレイの割り切った使い方についてはすごく僕は共感持ってます。しかしやっぱり従来のナビの仕組み等がまだ好みだという人にとってはこれが、邪魔だという方々もおられるようですね。皆さんどうでしょうか。そのあたりもしよかったらコメントに書いてみてください。はい、今25キロ半分過ぎたところですね。なりました。平均燃費
ただいま 20.8 となっております。結構伸ばせてきてるんじゃないでしょうか。手動運転でもいい感じに運転できてると思います。ちょっと今のところ自画自賛。はい。さあ次30キロですね。この動画から見ていただいた方々、もし差し支えなければ他にもこのような動画、たくさん上げております。これから見たいなと思ったり、応援したいなと思いましたら、ぜひともチャンネル登録して新しい動画も見逃さないようにお願いいたします。はい、今30キロ過ぎました。はい、出ました。30キロ、平均燃費の方については今現在 20.7 となります。さあこの辺りからね、坂道が長く続いたり、ちょっとゆらゆらした感じのコースになります。これでも今思ったのが、手動燃費で速度合わせやすくしようと思ったら、パワーモードの方がアクセル回路は調整しやすいかもしれんな。どうしてもエコモードだとアクセル回路が広がってしまうので、思ったより踏み込んだ位置でキープしないといけないっていう感覚があります。35キロ過ぎたところでございます。現在 20.5 キロとなりました。あとはゴールの右のサービスエリアまで、平均燃費はお預けにしたいと思います。高速域でのハンドルアシストの感覚なんですが、今現在少し白線踏みそうな感じになってたようでして、さっきハンドルがね少しアシストしました。今わざと右側に迷っていってみましょう。あ、かかりましたね。白線が両側はっきりしている場合は、警告音とならず、ハンドル自身がクイッと内側に回るようになっております。表記上はねずっとオートで見てるような感じで、なっていないんですけども、白線の方によってはみ出るなと思った時にはあえてハンドルが介入する感じですね。今左側も確認するとそのような感じになっております。なるほど。低速域になるとハンドルアシストはつかずに、アラートだけの、お知らせが聞こえてくるような感じになっております。でも 1.8 リッターのエンジンだけの駆動であったとしても上手に使いますね、ほんまに。さあもうすぐで40キロです。さあ残りあと6キロほどになるかな。6キロ。いや今回でも一番帰りなく運転できてんちゃうか。さっきのアダプティブクルーズコントロールに比べたら上り坂です。ここから下りがそろそろ始まります。山頂の方まで来て下っていきます。さあ下り入ってます。瞬間燃費の方かなり伸びてきました。25キロオーバーなんて、これもう30まで行ってますね。今なんか今だんだんちょっとテクニック的なんが分かってきたんですけど、アクセルポンって一回抜いた時には EV の発動率が上がりますね。混ぜ込んでこう使っていくようなイメージかなと思ってましたが、そうではなく一回 EV にポンって一回振って、 EV でも足らんな思ったらもう一回エンジンがかかっていくみたいなようになっております。さあ残り1キロとなります。さあどこまで燃費伸ばせるか。ここで一回アクセル抜いて EV に切り替えた感じにして伸ばせれたらどうかな。さあさあ見えてきました、右のサービスエリアです。迫れたらいいな。さあいつもの真ん中あたり、優勝バックオッケー、プロです。ほい、はい、到着しました。低速時はもう基本 EV になってましたね。よいしょ。はい、出ました。49.2 キロ走って、21.8 となりました。かなり今回良かった。誤差ほぼ 0.1 ということなので、
いかがだったでしょうか。アダプティブクルーズコントロールじゃなくても燃費走行は可能かなというふうに思います。いやー、今回初めてここまで迫れた。まあこのような感じで車についていろいろ調べているチャンネルでございます。また、見てみたいなと思いましたら、ぜひチャンネル登録して次の動画も楽しみにお待ちください。あと気になる動画等もありましたら、今ただいま300本ほど超えたところになっておりますので、気になる動画ありましたらチャンネル内で動画いろいろ見てみていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんでした。皆さんの相棒が見つかることを願っております。ではバイバイ。